下に機構部隊を結集させつつある。この部隊を壊滅させるんだ。詳しい依頼内容はテープで確認してくれ。壊滅か。機構部隊の司令官は第5コマンドを経て南亜第32大隊で名を挙げた歴戦の勇士だ。どうしよう。気を引き締めてかかってくれ。あー、これ大変そうだ。情報班より連絡だ。ターゲットが移動を開始したらしい。どう開始。その予測ルートを端末に送った。マップを確認してくれ。どういうこと。え、なにこれ。これが全部ターゲットなの。どうしろっつうの。めっちゃ移動してるし、やばくない。どうかお気をつけて。まずい。近いよね、絶対的に。さあ間に合わない。これちょっと C4 で爆破しようと思ったんだけど。カバーしろ。そうなるわな。スネーク、応答しろ。どうしたらいいんだこの場合は。難しいな。CFA がノバブラガ空港跡の北に機構部隊を結集させつつある。この部隊を壊滅させるんだ。もう絶対来るな。爆破が間に合わなかったっていうのは痛いね。いけた。一歩破壊できた。新しいターゲットだ。端末を確認してくれ。いやもう見えねえよ。あいつら早すぎでしょ。すりゃいいんだよこんな。マーカープレイスト。しっかり先回りだ。ああいろんなのが集まりすぎてるな。こいつは何なの。アナリシスコンピュート。
発。できた。見事な手際だ。さすがだなボス。そんなことはいいんだけどさ。あ、こいつこっち来ねえ。来ねえな。こっちから行くしかねえ。なんか敵いっぱいそうだな。回収ってできないのかな。回収はできない。弾薬はなくなった。くれ。Please, supplies requested.弾薬部隊が。Supply drop complete. さあ来い。これって取れねえのかな。取れたらいいなとは思うんですけどね。すごいなボス。ターゲット全滅まであと少しだ。こうか。マーカープレイス。行くぞ。どうやって。敵の戦闘ヘリだ。戦闘ヘリを落とすなら正面からはやめておけ。撃ち合って勝てる相手じゃない。敵の背後を取りミサイルを叩き込むんだ。クラウドアプローチング。下がってる。やった。なんで一発入れたじゃん。大戦争だ。ターゲットはあと1台。勝ってる。すごい撃たれてない。タック。Please select a deployment point.離れてってるし、私上からなる。
しゃ。もう一発。あー、もう見えねえ。あー、外した。マジか。拠点の中入られちゃったね。大丈夫か。あれ、いける。あ、これややこしいな。ほら、あそこか。ややこしいんでファイアサポート頼んじゃいます。 Please select a strike point. Strike requested. 行ってらっしゃい。動くんじゃねえぞ。大体敵兵いなくね。 Strike will commence shortly. よし来い。火力が全てなんです。あっ、先生ちょ、え、忍び、何それ。なんで空中からミサイル撃ったのに死なねえのあいつ。隠されて普通にいるじゃん。こっちって。ボス、シロ、敵のスナイパーだ。ナイフ出ていれば敵をやり過ごすことができるはずだ。スナイパーってな。あ、敵兵出てきちゃう。よっしゃ。やれ。よし。よし。目的を達成した。脱出するんだ。Mission info has been updated. Crap. Evan. GPS, GPS, it's your shield. Behind the boxes, move. Here's the stack of nerve damage. Fuck. Dust, dust. GPS, behind. Let's get further. スパイと逃げるぞ。どこで拾ってくれ。スパイと行くぞ。一応全ては破壊した。まあ何とか逃げられそうだ。 OK。 壮絶なミッションになるかと思ったらそうでもなかった。よし、ピコードはまだか。早く来い。こっちは着いたぞ。クワイエット、こちらピコード、まもなくランディングゾーンに到着する。はい。帰るぞ。よっしゃ、オッケー。一発クリアだ。しかしあの爆撃したのに死なねえっていうのはちょっと気に落ちない。まあ、上に遮蔽物なんもなかったの。なんで落ちなかったの。意味わかんない。よーし、いいぞ。順調にクリアしていくぞ。機械警備。
Development project has been added. レイフォックスだ。よし、ミッション完了。エロンク。グレイフォックス。なんだグレイフォックス。エリートソルジャーが入ってきたな。ボス、子供たちの脱走の首謀者はやはりイーライだった。信じがたいことだが、あいつは俺たちに対して武装蜂起を計画していたらしい。他にも何か隠しているかもしれん。オセロットが事情を聴取する。至急マザーベースに戻ってくれ。はい。親父は、お前の父親はここにはいない。みんな戻ってきた。ああ戻った。だが諦めろ。居住区は完全な監視か。武器も全部取り上げた。決起は不可能だ。本当にうまくいくと思ったのか。傲慢だ。子供らは返す。ボスとも会わせてやる。だから教えてくれ。あいつらを逃がしたのは何のためだ。うん、帰りたがっていたから。自分の国に。どうしてもうちに帰りたいって。じゃあうちが恋しかっただけか。うん、なんかイライラしくねえぞ。部隊の将軍、PF、親を殺した正規軍、いとこ、兄弟、両親、みんな殺したい相手がいたんだ。だから言った。これが最後になるから悔いは残すなって。最後？連れ戻されたら覚悟を決めろって。この世界中が敵になる。やめろ！あんたはもういらない。は。そうだろう。じゃあだよ。ラフは事故死だったのか、イーライが決起のために仕立てたのか。どっちにしろずっと前から準備を進めていた。この世界と別れを。うん、イーライめ。サヒラントロプスの行方を追ってるが、まだ収穫はない。そうだ、ヘリパイロットの安否も不明のままだ。俺たちは子供たちに何を与えてしまったのか、今のところ知る手だてはない。それとイーライに関する俺たちの気がかりについて。気がかり？つまり奴が例の計画の産物かどうかだが、調査の結果が出た。テープに記録してある。聞いておいてくれ。例の計画。
ボス、ミッションリストを更新した。ダイヤモンドドッグズへの新たな依頼だ。詳細は端末で確認してくれ。グレイフォックスってなんだ。 Please specify a project。 これか。あ、フォックスじゃなかったんだ。これ何、クワイエットの服。銀粉の方がいい。じゃあテープだけ聞いとくか。イーライについて。これか。ボス、俺たちの気がかりだったイーライの遺伝子検査の結果が出た。検査の方法は DNA 指紋法と PCR 法。 PCR どちらも一般化はまだだが、概念と手順は信頼していい。結果、あんたとの血縁関係はどれも 0%、 つまり 100% 他人だ、うん、親子でもなければクローンでもない別人だった。そりゃそうだ。ゼロがビッグボスのクローンを作ろうと計画していたのが12年前。ああ、恐るべきこと。イーライとは年の頃も容姿も合う。あいつを見た時にはまさかと思ったが、杞憂だったようだ。イーライはあんたのクローンじゃない。実物はまだどこかにいるかもしれんがな。だとしたら、イーライがやけにボスに執着して見えるのはなぜなんだ。あの態度も反抗期なんて可愛いもんじゃないぞ。まあな。イーライは自分の出生の真実を知ってしまった。クローンとして作られた運命を呪い、身勝手な大人を恨み、自らのオリジナルであるボスに憎悪した。ああ、話しちゃった。そう思えれば納得できた。少しは奴にも同情できただろうが、 100% 他人のクローンもいまい。それに不正もありえなかった。イーライから検査サンプルを採血したとき、お前も立ち会っていただろう。そういえば、OKB-0 に向かうとき、あいつはヘリに潜り込んで現地に来ていた。来てた。ああ、思えばあの時も、いや、あの少し前からあいつの様子はおかしかった。それがちょうどこの検査を始めた頃からだと。サンプルを取ったとき、何か感づいたのかもしれん。何をされたかわからないとしても。ああ。それで、俺たちに不信感。どうだろうな。イーライの態度は鼻からおかしかったが。じゃあ、あいつは何なんだ。それを本人から聞き出すにはもっと打ち解ける必要があるだろうな。なるほどね。イーライは恐るべき子供計画で生まれたんじゃないかってことだったのね。Please select a mission。 なるほど。もう次回は何やりゃいいんだよ。これなんもねえよ。まあ適当にやりますか。じゃあよし、だんだん謎も解けてきたぞ。物語も進んできたようだ。というわけで今回はここで一回切ります。じゃあお疲れした。また。